いや、これ S さんあるな、全然。チンポの。うん、よし。普通のチンポ。チンポすぎないか、あまり。大丈夫なのか。うっ、最新歩2本に惑わされちゃった。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジ大先生と最後ストシンカです。はい、超改良版 SKJ 競馬スマブラ。まあ、前回シンカさんが考えてきてくれた企画で競馬スマブラというものがありました。まあ、ぶっちゃけまあめっちゃ楽しかったですけど、結構視聴者さんからこういう風にした方がいいんじゃないかみたいな声をたくさんいただきました。そうしたらなんとですね、 SKJ 視聴者の人がちゃんとしたゲームを作ってくれました。どういうことですでしょうか。まあということで、まあ早速こちらなんですけれども、なんかすごいです。いや、こちらですね、普通のちゃんとしたゲームを作ってもらいました。はい、ありがとうございます。助かるな。一人がプレイして、それをみんなでこう、コンピューターも入れて、誰が勝つかかけて、誰にいくらとかかけてたんですけど、今回、まあ、改良されてる点としては、まあ、CP のレベルとかも、こちらのアプリが勝手に決めてくれますと。で、その CP のレベルに対して、賭け金の倍率とかも設定してくれてます。低いやつにかけて、そいつに当たれば、まあ、めっちゃ大きなリターンが得られると。で、まあ、前回の問題として、プレイヤーが、わざと負けてるんじゃないか。いや、一生懸命やってたんですよ。一生懸命やってたんですけど、わざと負けてるんじゃないか、というところも対策されておりまして、いっぱい1位取った人には、なんか、マリオパーティーのボーナスみたいな感じで、1位最多ボーナスとかもつけてくれてるんで、皆さん、ご不満がないような、競馬スマブラ、こちらにご用意されております。最初に持ち金50億ずつ、やっていきます。で、プレイヤーは、まあ、順番こっこして変わっていくやつですね。で、1位取った人は、その時点で10億円もらえます。1位を一番取ってた人に、まあ、じゃあもうプラス10億にしましょうか。4人で戦っていて、50% いった人がいた時点でストップして、その時点で賭け金をやるやつなんで、よろしくお願いします。で、ここ今たまたま98じゃなかったんですけど、毎回ここ変わります。勝手にやってくれます。今回からその単勝と副勝という賭け方あります。うん、まあ、単純に1位を当てるっていう、まあ、いわゆる単勝ですね。7レベが1位。8レベが2位というやつをここで当てると、賭け金 5.7 倍返ってきます。やばいね。まあ、もう結構マジでちゃんとした、まあ、競馬というか。すげえな、うん。いや、今日ビリになった人は、これ作った人と交代ですけど。それも確定。え、マジすごくないの？確定でお願いします。あ、うん、あ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 、こういうの作れる人はどんどん作ってもらえればどんどん交代していくんで、どんどん、もう、オリジナルメンバーなくなりますよ。あ、ストップ！あ、ストップでーす。はい、これ倍率は適当にやってるわけじゃなくて、うん、いや、ちゃんと多分適正になってるわけです、うん、そう、なんかその弱いやつが勝ったら多めつけてる、うん、あ、じゃあこれ俺と進化には分かんない方がいいのか、一応。まあ、じゃあ僕はこちらでいかせていただきます。はい、1個しかかけられなくて、コンピューターレベル9が1位、進化が2位のやつと、うん、コンピューターレベル7が1位になるのが大体同じなんだ。ちょっと副賞不利な気がするな、パッと見た感じ。まあ、そうっすね。うん、今回は、借金はないんで、ゲーム上。借金なかったら終わっちゃうよ、途中で。ゼロにならないでください、ガチで。ゼロだったらどうすんの、それ。いや、もうそのシステム。そのシステム作んない。うまい。借金やめてください、ガチで。はい、俺はもう選択しました。OK。じゃ、これは最後、結果入力画面なんで。お願いします。もうめっちゃ行きました、ぶっちゃけ。お願いします。ガチ行きしました。お、やべ、ハニワだ。大丈夫か、モンボあるぞ、モンボ。勇者との戦闘、避ける。絶対に。ごエスさんやばくないっすよ、これかなり。え、ソニック。ソニックがいた！あっぶねえ、俺がと思ったよ。大丈夫、進化がいるから、まだ。あべー。なんで、勇者に入れてんの？いや、おめえにもかけてんだけども。ナイス、いけいけ。はい、トイレさして進化怖いから。負けないでよ、8年と台湾は。じゃあやめてよ。これあるぞ。待ってくれ。待ってくれ。拾うしまいしまいしまい。頼む。マジか。おい、ガチで負けてんじゃないか。投げは言い訳だ、最後。おい、あれ投げ行くんだ。うわ、俺もう20失ったんだけど。え、どっちにしろだ、いいないじゃん。というか、そうだよ。
まず1。おい、1になれよ。関係ねえじゃん。すごいですよ。これ払い戻し押します。でん。まあ、ゼロでしょうな。みんなゼロでした。もう持ってられたから、全部競馬場に。今回お願いします。15まで やりたいんで、借金というか、その。15までは無理だな。1回で20減ったんだから。10以下ではかけらんないわ、正直。燃えないもん、普通に。998。今回レベル高いっすよ。これ覚えててくださいよ。結構きついな。で、ロボット、998。まあ、俺1位取るだけなんで、皆さん。あ、ロイ9か。ロイロイっすね。さすがの俺でもロボットなら事故というかそういうのはなんすあっもういったわ終わりじゃね一回かけないとあそっかチャンスじゃない3人がロイいや俺30いくわ普通にまあでもそっかゼロになっても自分の番くれば10億は取れるかもしれないかお願いしますお願いしますおやばい待って減り方えぐいや減ってないですよそんなでも感化されたわ燃えるような戦いしようぜ。でもこことここはさ、いやもうそ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 うなんだよなマジで。わからないんですそこは。まあでも同じとこには書けないわ。俺の掛け師としてのプライド的には。お掛け師。いや S さんこれやばいっすよ。これやばいっすよマジで。さあ、そうなんか人間の常識を見せてほしい。で勝ちますよね。人間常識言うんだよ。これ俺か死んか爆破稼ぎだー行くーやばいシャレだろターゲットるぜえバカーおらーどういうプレイあーこれうわっは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 っやばいじゃんめっちゃ怖かったルドウィングごめんなさいまあ結果入力するだけなんで僕ができることうわークソ1位逃したかオッケーじゃあいきます払い戻しブン S 2位にえうーわーすげーシンカごめん俺負けちゃったすごい幼鳥を疑うレベルのいやでもさ、サイワさんは負ける理由ないですから、どっちかは入るんですから。いや、じゃあ40、42、10ということで、レースは接戦です。きた、プレイヤーにかけるバカどもは死んでいくぜ。ごめんだけど、まあでも、君もやられてるからね、自然に投げ合いで。別に、おぉ、そんなには言えないっすよ、その。976でお願いします。976。です。これかけるの簡単だな。9.2 があるさ。9.2 はやばい魅力的だなっていうかただこのコースは自滅というか事故ありそう 50% あったらストップね S 流かマジであんま見たことないかも人間常識でいくか普通に頼むよ人間馬対人間だから普通に44と40 48まだだ長い50いったストップ志賀さん10億までしかかけられません全財産使っても自分の番勝てばいけますてか俺にかけた方がいい普通にお、てかずるいな普通に俺にかけられんの俺は俺にかけられないもんなそのぐらい上手い人がやっぱダメ負けるじゃんこれ1年ボーナスもうだって15億とかでしょうん毎回俺で30億ぐらい稼げるよマジでお願いしますはいいきますで、Sさんルカリュー狙われるのはできるだけやめようか最悪なんでやろそらそれ20%でいきましたまずは進化さん進化さんもやばいよそっち系ああ。めちゃんこー俺にかけときゃ1億1000万はっ終わったんだけどマジで終わってないとこう手から全部俺にかけりゃいいだけじゃん君ら簡単っすよ稼ぐの俺にかけりゃいいんだからいきますでんあ俺とは進化と同じのにかけてたS が1位、空が2位、9レベルなんで、勝つぞ、勝つぞじゃあ、ということで、1周目終えて、15、50、0。やばい、0いんのかい。大丈夫です。俺、このターンかけないで1位取るんで、俺、資本金また手に入れるわけです。ってことは、進化は1位への情熱が。執着がやばい。半端じゃないわけだ。まあ、ちょっとレベルは高めっすね、いつもより。次は低くていいんだよな、俺がプレイヤーの時は。しかもキンクルです。キンクル！かけやすい、これは。まあ、だって人間常識でいけば、
人間精神強いから普通に。そうだよね、あ競技では羽の下から空上やっちゃってる、それ普通に。ただ一番食らってます。あ、ストップ、ストップです。これでもなんか勝たない気もしてきたな。何言ってんすか普通に。人間っすよ俺。シンくん2ターン暇人間じゃないよ。これ頑張るよりこれ作れるようになった方がいいっすよ。とりあえず急いで。やはりこれ多分自分の持ち金以上かけられるんで、そこケアで。え、ああ、そういうこと。うん、ダメですよ、兄貴。兄貴。そう、借金システムじゃなくて。借金になるのかね。いや、なんない。いや、なるでしょ、だって借金も導入してるから。いや、やべ。スタートで転びつつあるんだよね、今。まあ、どうせ、もうなんか、かかんねえから。戦い方が資本家になってるじゃないですか。もうあの時の気持ち忘れた？金、大金を手にして。やばい、戦い方がジジイの資本家やん。アイテムの使い方は絶対進化が一番上手いはず。それ人間なんで。そこに。いやでもさ、一戦目自然に負けたんだよな、アイテムの相手。壁越しの。お、壁越し逃げ決まっていくから。これは人間様だ。あ、いや、これ人間戦い決まってるわ。これ確かに副賞をかける方がむずいな。おっ、やっていく。これ進化さんさすがだわ。これインクリング早くやろ。インクリングにかけてる人が多そうですもんね。そうっすね。ああ、そうか、そういう読み合いもあるんだ。すごい天使だ。先っぽから右側にはいかない。マジで勝ちたい感じがわかるわ。うわ、でも調子乗ると負けるぞ。うわ、インクリング残しちゃった。これあるぞ、マジで。何が何が、どっちもあるわ、マジで。何があるの。あるでしょ、どちらも。どちらもあるでしょ、これ。しゃー、当たり前。やばい、当たり前でしょ、普通に。当たり前っすよね。一回でも暇になったらダサい、やばい、ダサいどころじゃない普通に。いや、俺副賞初当て。でも5億をちょっとかけてしっかりいい倍率で返して 2.5 倍。俺もシンクさんに持ち金全部かけたんで助かりました。シンクの熱い気持ちを。まあ当たり前なんで7倍あるからな、最大のあるな。やばい、他人数だと自動判定がないから無理だらしいです。やっぱ言い訳する馬は勝たないんだよな、常に。スパンはいいのか。あ、50いきました、50いきました、50いきました。しかも、サイカツさんが50です。これもう出だしこけてます。55。マジか、強いな。でもこっから、まあ、近いは人間常識でいきます、マジで。進化、暇対策してる。いや、素晴らしい暇対策できたの。いや、俺はやっぱ夢でしょ、もうこっからは。よし、楽しくなってきた。まあ、発射金っすもんね。発射金で夢をかけた。宝くじみたいなもんだ、今回は。OK、いきます。うわ、あっち行け。後ろ投げたらいいのに、それ。怖いっすよ。後ろ投げんのか。いや、その後に。馬詰めしていきます。いや、詰めるよ、普通に。観客席から、ブシ打っていきます、進化。ああ、打ちまくるよ、普通に。あれ？あれ？あれ？やばいよ。やったらいいのにな、そのピンクのやつ。ダウサ！いいえで死ぬじゃん、普通。怖いんだよ！あ？クラウド入った！ナイスね、クラウド行って。早くステージ変われ。ナイス。取れますよ。意味がわからない。観客席からムチをムチムチ打たれ。怖いんだけど、観客のおじさんが。意味がわかんない。もうわかりましたよね、かけちゃいけない馬の種類。わかりました、完全に。まだ人間常識出せてない人いるんで。いきます、サライブの試合。ピッ、全員ゼロ億。シンガさん5億俺にかけてくれてたのか、ごめんなさいね、本当に。まあ、シンガさんは暇対策できてるんで。で、うん。いや、俺 S こそ大穴あるんだよな。いや、俺にかけときゃいいけど、簡単じゃねえかよ、おめえら。987。はい。痛えな。うわ、いきなり痛えか。ストップ。いや、これ、いや、逆にわからないって、これ。いや、これはかけやすすぎるな。CP の方にもかけらんねえよ。00だと。一番困りますよ、俺、ぶっちゃけ。困らないよ。卓一つ減ってんじゃん。一つというか、まあ。いや、もうそこにかける人間いないんで。いるんで。オッケー。倍率高いでしょうよ。お願いします。はーい。どこに大変な爆弾。変な爆弾あるよ、真ん中で。 S！ うっせぇなぁ。あ、俺ちゃんとやめた。負けるわけねえだろうよ。バイクとか安全使って。こら。
俺らを倒すのはいつもバクラでしょうよ。僕らを倒すのはコーラですね。うるせえなガキはよ。皆さん大丈夫ですよ。お願いしますか、エスさん。エスさん毎回勝ってんの俺だけだから。お願いします。俺にかけとけ。俺1しか取んねえだろ絶対。ああもうゲーム崩壊です。俺にかければ勝ちなんで。よしピッ来たー。最後ず払い物30億払い物10億うわすごい副賞当ててる。すごい進化。俺はエッサに全掛けしただけなんで。いや俺も俺に全掛けしてえなマジで。ちょっと思ったより長いんで、789スキップします。残り2周です。残り2周で、一番金額多い人勝ちなんで、進化さんはしっかり勝っていくと思いますね。うわ、ガオいいんじゃないですか。うわ、ガオ強い。ピチ 42%。ピチにコンボ、しっかり抜けていく。あー、これは。もちろん、ストップ！ストップです。いや、これはいいですね。進化の熱い思いと、俺の勝負師のとしての顔。行きましたね、サイガスさん。マジで頼む。素晴らしいな。もう着実に増やしていくわ。よっしゃ、行け。行ったれ行ったれ。今二人が誰にかけてるのか分かったわ。いい馬語れ。二人は7匹にかけてるんだよ。7匹って言ったのに。やばい、バカ馬だった。7レベルか、4匹とか、そう、あと7レベルも2人いるんで別に。うわ、つえぇ、なんでそんな強いんだ。7匹ミスった。そうだ、だから俺7ピー先やっちゃった。そう、俺ピチューを7ピーって誰のことを言ってるの。ピチューを残そうと思ってたのにミスったわ。何から何までバカ馬じゃないですか。これシンガーさんマジでありがとうございます。払い戻しドカン。サイガース66億。そうでしょ、やばいって。7ピーを先やるからだよお前。7ピーありがとう。俺これ大勝ちなんだけど。いやそうだ、俺76、68、20。いや俺66の副賞はデカすぎ。進化もこれ通さないといけないっすよ。サイガスプレイヤー666。うわえぐー。ちょっとこれさすがにでしょ。いやでもここでそれが来るのえぐいな。サイガスはまだ一回も勝ってませんからね。一番かけづらい馬なんで正直。10.2。 うわ魅力的になった。もし進化が20億かけて 10.2 だったら200億はいけます。うわうわ、それ夢だなマジで。エッサ68いったら1000家できます。1000あんの俺。いますね。準備しとかってそうやって言ったんですよ。いやじゃあ俺も財閥か。え次行くなよドンキ。ちょっと俺少しずつダメージ与えよう。お前らに分からなくするように。あ、やべえ！ドンキー56いっちゃいました。いやでもさすがに6レベルは、まあ俺が言えることじゃないけどめっちゃ弱いなって思った。ごめんなさい、まあ0勝で76億持ってるのは逆にダサいんで今のところ。ダサいって言われてもまあ結構嬉しいくらいは今舞い上がってるわ、金ありすぎて。金持ち、本家、ハゲデブ親父、俺。ありがとうございます。嬉しいです、金さえあれば。女寄ってきますから。いやマジでこれでしょ。いやよし。じゃあ来たー。これ普通にやっていいんだよね。普通にやっていいっすよ。いやっしゃ行けー。さ青汁なるか。青汁。青汁青汁。青汁。あいつ金なくなってないってだけど大丈夫？いやさすがにやばでも。は？あ？やば。よしよしよし。いや今なんかもうそういうことになっちゃってるわ普通に。いやもうちゃんとやってもう。あマジでやばい。ふざけてんな普通。ふざけてない。あぶねえ。その危機を動かすな。いくらかけてると思ってんだよ。うまい。くうめえ。気をつけろ。バカバカ
いやー何起きた何起きた見ろ仮面お互いゼロだぜマジで言ってんの待って。いきます。96億円ブラキトラ全掛けおめえに全掛けだーすごーいそりゃそうよなエスター、シンカさん今惜し、いや惜しかった、シンカさん、マジで。ドンキーがあんだけ食らってん、結構ここまで残るとは思えなかったっすね。96、96、0!ここから引けるのか、シンカさんまずは種銭を稼いでいいじゃないいい、いいっすよ、シンカさん考えないで。いや、考えますよ。考えるか。ゼロかけられないんで。借金を負うんで、俺。いや、借金は、バグだ、どうする？まあ。全員、レベル一緒って感じじゃない、今のところ。996ですけど、一応。爆犯、強いですよ、なステージにいる4人はレベル一緒。50、74! 終了嘘嘘。10億とかまでにしてください、何か。借金がどうゲームに反映される。ここにマイナスってなるかどうかですよね、かけた瞬間に。なりました。あー素晴らしい。なんの？SKJ をよくわかってるわ。素晴らしい。マイナスいくだろうなっていうこと、まあもちろんマイナスいきます。一人は。じゃあ別にいくら借金してもいいんじゃない？やってみたー。かけるだけかけます。超かけるのはいいかない。最後。おいおいこれ、ゲームの改善点を要求する、今から。お願いします。マジでお願いします、エスさん。ダクハン、殺さなくてもダメージを与えたとかいいっすよ。おい、よっぽいよっぽい。何だった、そんなし。あ、怖いぞ。指一本かかった、最後、カメラ。いや、これ、エスさんあるな、全然。チンポの。うん、よし。普通、チンポの。チンポすぎないか、あまり。大丈夫なのか。さあ、いった。おい、エスさん、4位じゃないっすか。やられました、普通に。進歩2本に惑わされちゃった。いきます。全員ゼロ。うーわーちゃんとエスさんにはかけてません、今回。24にかけてました、大穴の。惜しかったです、俺実は。惜しいな、それ。ということで、66、96、マイナス10となりました。最終レースです。まあ、次、進化さんなんで。オーケーです。766。まあ、これがゼロに戻す。素晴らしい。まあ、戻んなくても、賭けはできるんで。暇。戻します、いやいや。急に持ってる現金の価値が、崩落したな、俺ら。やめろ、お前ら、芸術すんな。69、あ、また。てか、これ、副賞超お得じゃね？これ、弱いやつしかいないから、全部倍率高いもん。めっちゃお得や、今回。ただ、7レベが一番ダメージ食らってるっていう。ちょっと待って、誰から倒すのかよく考えるわ。まあ、そこはもう調整でいきますからね、進化さんは。いや、今回マリオを倒すべきだな。いきます。考えてませんか？頑張った上であれでしょ、サッカー。7P を倒したからね、違う。CP7 とか言って。いや、これはでかい！本持ってたんでかいね。出てんねんか。さあ、意味のないところも出てんねん。おぉ、すごい、すごい、すごい、うまい狙撃が。マリオから、マリオから。よし。マリオが行きました。ここはもう、ぶっちゃけ分かんないよ。どっち、あ、でも、ブルネッタ勝つとは多分、君ら読んでないから、勝たせよ。ここで進化は負ける未来も見えてます、ちょっと。いや、じゃあ、散ったか。うわー、手癖でいっちゃったー。手癖も読んでますか、もしかして。あ、こっちか。すね、俺、どっち行ったか分かんなかった、一瞬。おぉ、危ない、危ない、危ない。おぉ、もうね、選手急に。いや、いい馬だ。いやー、俺、大負けしたんですけど、ダメでした。いきます。いや、美味しいな、倍率。40億獲得！一応言ったんすか？一応言ってました。あーうらー、いやー、手癖で目をやんなけりゃ。手癖まで読んだか、俺。はー、33、126、0といったところで、最後の俺のレースです。988ってるもんだ、俺ベレとビップです。あ、嘘だ。
今落ちたんだ。いやでもベレットは結構多人数戦はいいですよ。序盤は生きていい。見せるタイプの馬だ。いい馬だね。いい馬だ。見せ馬。お、怖いっすね。大丈夫っすよ。今回はですね。あ、食らいました。終わり終わり。ごめん、一瞬かって。やばい、結構食らったな。なんで毎回俺が食らってんだろう。ごめん、今回も俺にかけないでくれ。かけるの決まったわ、今。マジ？ま、ゼロ億ですけど、君。いや、お前、突き進むよ。一平ありけり。一平も当時、この買い方落ちた、絶対。この状況で。負けて倍に掛け金を増やす。これ真の一平マジで。俺は一平じゃないんでね。着実ですよ、もちろん。こんなにコツコツホームラン、俺は。プラマイゼロって話。おう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 。ごめん。いやばい、一瞬ですよ、一瞬ですよ。とりあえず一平チル。あれ俺ですよね。俺もう賭け金しか見てないわ。賭け倍率と。いきます。エース当たってる。また当たんの。俺もうやばいわ。大谷すぎ。もっと言ってください。いや俺に書いてるやついないんだよ。当たり前だろ。誰が賭けんだよあの状態。じゃあ最後 S さんの988で終わりです。爆弾死んだ時焦ったもん。いやでも簡単だよ。俺に大金かけりゃいいんだよ、普通に、マジで。クッパ！うわ、クッパで負けるわけないわ、正直。うわ、クッパこれ勝ちますね。爆弾危険っすよ。デレレがちゃんと9か。52、ストップ。俺です、やられてたのは。でも S さん、勝ちます？いや、勝ちます、マジで。だって、いくらまでかけられるのか、あとは。それも大事。まあ、マジ、逆転可能だからね、今から。言います。俺がビリの可能性全然あるもんね、今。136億持ち SS ビリ一体何脈かけたのか知りたいですけど。でしたね。お、大谷に人生預けた？ペイペイ、ペイ、すげえな。二人で合わせて2兵、今。一兵と同じ額いったジャンプして、ペイな。で、安全のとこ行ってください。もちろん、もちろん、もちろん。さあやばい、一定からの圧力感じる。しっかり撃墜しよう。いや、マジ危ない、こいつ。くそ大谷さん危ない。あ、あれ、戻っちゃいました。来た来た、え、素晴らしい。もちろん、いや、俺にかけてたよな、全員。すまらんねー。大谷についてこい。一平が大喜びしている。まさか俺は一平を勝たせて負けたのか。ということで、今回これです。再活1、2掛け失敗。100億かけました。マイナス10億。一平散る。SS10 億プラス。シンカーさん !139!S 全掛け借金して。返済結果発表いきます。米関係ドドン外崎上流階層。素晴らしい。あと顔も新しい顔だ。作ってくれました。ということで。よかった。一平勝たせられてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。俺、ものすごい一平がもう、この、肩車してきてて。二人の一平が現れたんで。リアル一平だった。ちょうど、大谷さんと二人の一平がいて。ちょっと分かりました。普通ドジャース、ここは。